あなたは実践すれば中教芝で穴馬もオッズに関係なく他人の予想にも関係なく拾うことができる2ステップ予想術ご存知ですかえどうも、えー、競馬ブロガーのカジュンです僕は人に感謝をされるコーチを見て自分も人に意見を発信してその人の物事の考え方を変えたり新たに加えたりそのことを通じて人の現状を良くできる その人はかっこいいなと思い、そのレク、馬券にスの発信活動おかげさまで2年と4ヶ月愛されてやらせてもらってます。競馬ブログ赤ちゃんです。さて今回はですね、まあ、夏競馬が始まって中競芝のポイントあるんですかという質問をいただいたんで答えていきます。えー、これ実際今回の内容、えー、中縛ろのですね、まあ知らないと損する、この予想術やった人は、実際にやった人はですね、馬券で、他の人がですね、レース後、いや、この馬どこまで行っても変えねえよと。 最後に切った馬だわとかそんな風にね、えー、外した後にブツブツ言ってるのを見て、そんなの横目にね、馬券を的中させることができてました。まあ、そのおかげで、まあ、北海道旅行を大,大切な家族にプレゼントなんかしたりしました。でも今回の内容を実践しなかった人は、周りが馬券を当てて、よしよしと、美味しい馬券取れたわとそんな風に喜ぶのをただ横目に見て、うっせぇな、黙れよと、得たら当てた人をね、嫉妬するだけになってしまってました。では、そのな,ないためにね、 馬何をしてればいいかというとこの中京の予想術2ステップですね中京芝の予想術2ステップですねどういうステップを踏めばいいかというとたった2つです1つ目はまず阪神競馬場の成績を見るというのを意識してくださいはいで芝 1200m においてはこれですねもし阪神の芝1200で実績がなくても阪神の芝 1400m とその他の別の競馬場の 1200m で3着以内があれば OK です で中京の芝 1400m に関してはもちろん阪神の芝1 4 0 0 m で実績あれば OK ですが阪神の芝1004で実績がない場合でも阪神の芝 1200m もしくは阪神の芝 1600m と別の競馬場の 1400m でも馬券圏内になっていれば OK ですなぜなら阪神がこなせるからです、はい、ではこのようにですね中京芝予想をせば今すぐ阪神競馬場の成績を見るようにしましょう それでは今回は以上ですありがとうございましたなお最後まで聞いてくださったあなた的にお知らせですひょっとしたら今回その阪神の適性と中共の適性がリンクしてなんて知ってるよと思われたかもしれませんもちろん今回最新のオビフバキネ全貌のごくごく一部しか話していませんなぜかというととてもなくなるためあなたが聞くのが大変だと思ったからですなので、えー、ボリューミーなるね。最新のオビフバキネ全貌の1350人が 目からることいった愛されて2年4ヶ月のバケン率の全貌は、書き度合説明欄のブログで明かしてます。えー、動画を受けてくださっている前はですね、一番あなたが情報を受け取ろう受け取ろうとしてるやつでバケン率が今一番頭に入るやつです。なので今いますけど、書き度合説明欄のブログの方をクリックしてください。それでは、今回は以上です。ありがとうございました。